ADMJTV 小林です。そして、はい、稲垣です。よろしくお願いします。かわいいですよ。なんだろう、かわいいもあるかもしれないし、はい、なんか私はね、かっこよく見えるんだよね、これ。ありがとうございます。何このシリーズ。新作でございます。はい、春夏の、ま、うん、真夏って言ったらいいんですかね、はいはい、ADMJ 的には、うん、3月の中旬ぐらいからのデリバリーで、うん、新作をお届けしてるんですけれども、はい、このAsk Not the Sparrow っていうシリーズが、うん、発音いいから、はい、yes. このシリーズが、うん、パワーというイタリアリモンタ社のパワーの上に乗りました、はい、うん、素材の上ね。これ、これだけ形のバリエーションがあって、すごいよ。そうなんです。 20SA01001、はい、これが1、はい、1、はい、で、はい、こちらが2番、うん、はい、はい、01002、はい、はい、そして2番のご紹介から、はい、そしてこのオレットポーチが01004でございます、はい、3が飛んでます、はい、そしてこちらが01005でございます、うん、ミニトートですね。ミニトートね、可愛くないですか。そして23センチボストンもございます、はい、01006でございます、はい、はい、まず、まあ、初めての方もいらっしゃるので、はい、飛び込むこの、文字の意味は何ですか。はい、はい、直訳すると大空を飛ぶイーグルとか鷹やワシの気持ちは小さい小鳥のスズメにはわからないよ。四季の中の言葉で炎尺伊豆君ぞ広告の志を知らんやっていうね、うんうん、大きい鳥の気持ちはわからないよっていう、うん、でもよく、まあ、先輩方がこう後輩に伝える言葉として、うん、大志を持ちなさいというね、うんうんうん、まあ、叱咤激励する志を高く持とうっていう、もう意味をこう深く掘るとそこまでやっぱり志を高く持って生きていこうっていうところを、うん、レタリングしています、はい、で この素材地のカモフラージュの部分は、はい、ADMJ がイタリアリモント社に別注した、はい、PVC、まあ、コットンに、PVC コーティングをしている、うんうん、モノトーンのカモフラージュです、はい、綺麗だよ、はい、でその上にそのゴムが入って、はい、革のこの部分はシュリンクレザー、はい、ADMJ の、うん、厳選された国内の原料を使ったオリジナルのシュリンクレザーです、はいはい、そしてね、はい、形がまあこうやっていろいろあるというシリーズなんですけど、はい、新作でこれ、はい、語ると長くなるよ。ちょっとね、まだこの恐ろしさを知らないです、はい、と思うんですけど、はい、実はこれね、なんとなく予感をしたんだよね。予感をしました、はいはい、見て長木さん、ほら継ぎ目ないから1枚でくるりんって作って、はい、しかもこのハンドルがずっとくるりとステッチで、はい、あ、だからここにステッチ入ってるの。そう、はい、でも通常ね、これ、うんうん、この素材にプリントしてからこのハンドル縫い付けるじゃないですか、うん、上に走ってるのあるもんね、よくね。でも、うん、やっぱりあきちゃんはプリントした後にステッチかけると、うんうん、プリントが割れるじゃないですか、うん、それが嫌なので、いやね、ハンドルのステッチをかけた後に、うん、このデコボコを裏から平らにして押し上げてプリントしてます。えらい大変だったのに。プリントすることが大変だったのに。かわいそうに。だからハンドルが下にあるのでどうしてもデコボコになるじゃないですか。なるよ、ここの部分は。デコボコになったところにプリントなんてできないから、うん、このハンドルの厚みを調整して平らにしたところにプリントしてる、うん、絶対、あ、これダメ、あ、これ OK、 あ、これダメ、ダメ、あ、ダメ、ダメみたいなのが出たに違いないという、 うわ、すごいわ、これ本当に綺麗。そこだからこうなったんだ。正面な仕事なんですよ、要するに。はあ、なんてこと思いつくんだ、あの人は。そう、 それはそうですよね。プリントしたところにミシン叩いたら割れる割れる、うん、うん、そりゃそうですよ。そして、さらにこの、まあ、仕様としては、はい、これなんと、そう、何これ、今回こうなってんだ。巾着風な、はい、蓋が、はい、もう縫い付けてあります。あ、もうこれは外せずでね、はい、ず前はズマ袋みたいなのあったけど、はい、これはもうくっついてるパターン、はい、で、内側にもう内装が、はい、うん、これはでもちゃんと
ファスナーはついてるんだよ、ここ。ほら、ちっちゃい方はね、スナップ式のボタンで。うん、はい。大きい方はファスナーと、はい、あのスナップ式のボタンのところと、あと、あの、マチ付きのポケットと、はい、それから、この、キーリングもついております。へぇー。これはまあ、えらいものを作って、で、まあ、これめんどくさかったら、こうやってペッペッてやってしまえば、これボンボンボンとも入れられるしね。蓋必要だなっていう時にはこれ使えるしね。そうですよ。だからこのね、縫製も、うん、もうくるりと。私のこの横の顔が好き、うん、ここ。そう、つり目がないから折ってあって。折ってる。どうなの？ね、でここにこうな、うん、今回の子がで、ちなみに色なんですけど、はい、これが、はい、そうですね、アイボリーにそのパワーのカモフラージュ、うん、でこういう形のいろんな種類がありますと、はい、そして色ですが、色展開をね、はい、この商品だけでちょっとご紹介しますね、はい、おい、はい、これとこれですね、はい、これが、オイスターグレーを使っています、はい、でピンクのレタリングのシルクススクリーンのプリントになっています、はい、で、うちがこれ、はい、かわいいみーみやみや華やかな、見て見て、かわいいですよね、はいはい、これはかわいい、はいはい、なんか出かけたくなりますね、うんうんうん、もういい、用もないのに出かけたくなる、用もないのにそう、確かにほらほらほら、いや、いいね、これ、うん、かわいいよ、これそしてからもう一色は、はい、はい、ネイビーの、はい、シュリンクレザーとのコンビネーションです、はい、そして内側はピンクです、うん、これもあのもう安心なカラーリングだね、そうですね、はい、ライラックのでも稲垣さんさっきこれ蓋を全部こう内側にやってますほぼ使えるね、はい、うん、ラクチンに使っちゃうし、うん、そして蓋を閉めたい時は、うん、そうこうね、つるつるつるっとシュッね、結構中物を入れてもこう上にできるからいいですよね。うん、そうだね。パンパンになって、うん、すごいこれ本当に可愛い。これもちょっと色悩むかもよ、お客様。そうですね。うん。やっぱチビも可愛いね。チビ可愛いね。チビ可愛いんだよね、これね。うん、いやもう、まあ、デイリーに持つんだったらこのサイズがいい、うん。そうですね。いいです。デイリー派はこれ。はい、で、ちょこっと。はい。お散歩系とか、うん、あのお買い物これぐらいがいいわっていう方はこのサイズ、はい、それから、はい、うん、そうですね、あのもうおなじみのウォレットポーチ、はい、カードダウンもあって、はい、このような仕様になっているもの、はい、でストラップも、はい、から斜めがけ OK、はいはい、そして、うん、ザ・ ADMJ のミニトートですね、はい、これはもうあの知ってる、知ってる安定の形、はい、はい、でもなんか新作で、でも多分これあのコレクターさんいらっしゃると思うよ、この形での、はい、そして23センチの、細いストラップがついている、うん、ね、令和になってバッグが小さくなったっていうのでね、うん、このシリーズこれいいかも、これなんかおしゃれじゃないですか、うん、23センチポストやっぱ今人気なんですよね、うん、おしゃれね、ね、いやさあちょっと長くなりましたが、はい、新作はあの本当にやっぱりこうシーズンごとに気になるアイテムが出てきますので、はい、ぜひあのまた ADMJTV を見て、はい、もう一回何回か見て、悩んでいて、はい、でも悩みすぎると、はい、いつの間にか完売してて買えなくなって、はい、で私のあの時のようにもう作ってくれる職人さんがいないからもう全然再販なしってことにもなっちゃうから、はい、ぜひあいいなと思ったら早めにこれ、3月の、はい、中旬から、はい、発売させていただきますので、はい、ぜひぜひ今のうちからチェックしていただいて、はい、ご覧いただければと思います、うん、はい、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。